はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。久々のくんたの部屋です。だいぶ久々じゃないですか、ね、待ってました。でしょ、待ってた。いや、ちょっと最近ね、あわやつぬるくないっすか。はい、ちょっとね、サクッと撮れる Vlog に逃げがちなんすよね、はい、僕らね、ちょっと僕らちょっと勉強したいです、うん、そうでしょ。知識欲しいです。知識欲しいね。でしょ、うん、今回はちょっとね、ファッションとあのフォトグラファーについてちょっと話していこうかなと思いまして、ね、あの服を買うとき、うん、やっぱ一番大事なのってあの世界観じゃないですか。世界観大事でしょ。世界観によって、うん、やっぱまたそのブランドのイメージってやっぱガラッと、うん、確かに変わるじゃないですか。見え方変わるね。世界観作るのに大事なのはやっぱフォトグラファーさんなんですよごめん、似てる人フォトグラファーって、まあ、いつのファッションシーンにもやっぱあのそのシーンを代表する、うんうん、あのフォトグラファーって必ずいて、うんうん、70年代には、うん、あのヘルムート・ニュートンっていうめちゃめちゃ、うん、あのちょっとエロスを感じるようなヘルムート・ニュートンだったり、あケイディ・ミグレーっていうね、でファッションブランドもやってて、かつフォトグラファーをやってる、めちゃめちゃかっこいい写真撮ってるフォトグラファーさんだったり、フォトグラファー意外と全然知らない。いや、知らないですよ、ね、ちょっとね、そんな世界をちょっと軽く、うん、まあ紹介していこうかなと思ってて、はい、やっぱ80年代にやっぱピーター・ティングバーグっていうギャルソンを撮った、めちゃめちゃ有名なフォトグラファーさんがいたりですね、90年代には本当あのこのラクシモンド・ディラックス の、はいはいはい、あのデイビッド・シモン、あーそれは有名だ、それ黄色なんですよ、アイセツ・キーロ の、ね、あの素人を路上で使ってる番組を写真撮って、うん、めちゃめちゃバズったり、はいはい、どのねシーンにもやっぱこの時代はこのフォトグラファーさんだよねみたいな、はい、なんかいるんですね。なるほどね、うん、で今はじゃあ誰なの。確かに、え、2022、今この時代で、うん、今イケてると言われてるフォトグラファー、なるほどね、誰だ、いるんですよやっぱ、はいはい、それがですね、はい、多分俺的にこのヒューゴ・コンテ、ヒューゴ・コンテフォトグラファーさんだと思うんです、はい、はい、どうぞ。知ってます。でしょ、知ってる。いや、ローズのね、絶対見たことある。絶対見たことある、ほんと。もう今ね、もうめちゃめちゃ売れまくってるフォトグラファーさんでですね、うん、もう服好きなら絶対2は見たことあるようなフォトグラファーさんでですね、結構特徴的だよね。いや、そうなんですよ、うん、よくご存知でね、結構特徴的な被写体を写す人、あのね、キャンペーンとかもプラダやったり、ね、もうバレンティのやったり、うん、フェラガモ、はい、もうバーバリー、グッチ、アレキサンダーワン、バレンシアガ、お前全部やんけ、もう全部やってるぐらいのね、今引っ張りだこれ、もうめちゃめちゃ売れまくってる、はいはい、で、もう雑誌の表紙もですね、あのもうダスト、アナザー、ポップ、うん、この3人誌、メタルマガジン、セルフサービスなの、もうほとんどもう彼のね、すごい写真を見ない日、うん、あの日はないぐらい、うんうん、インスタでも見るし、雑誌でも見るし、キャンペーンでも今めっちゃ売れてるフォトグラファーさんでですね、はい、この人インスタグラムやってます？やってます。見たことあるかも、はい、あ、そんなローズさんにですね、はい、あの最近ヒューゴさん本出したんです。そうなの、はい、ちょっとよかったらあの覗いていただいて、めちゃくちゃかっこいいんですよね、これすごいね、表紙のデザイン。いや、そうなんですよ。でもヒューゴってさ、ちょっとさ、あの写真に毎回さ、バーコードみたいなやつ。いや、そうなんですよ ね、あれもね、本当だ、バーコードあるわ。そのバーコードがモチーフになってんのかな、うん、このあれは、すごい。でですね、彼の作品はちょっとカオスフォトと言われるですね、ちょっとシュールな写真がすごい特徴的で、はいはいはい、ちょっとこういうね、サイド高めで、はいはい、ちょっとコントラストで、うんうん、でミステリアスでレトロで、かつちょっとエレガンス、はいはいはい、普通級感があるような要素多すぎるんだけどもうね、情報がありすぎてね、業界ではですね、一度見たら忘れないって言われるぐらいちょっと特徴的な、かなりちょっと質感とか他のフォトグラファーさんにいないぐらいの、質感すごいね、特徴的な写真でですね、しかもさ、ちょっとさ、あれだけどさ、これオマージュしてる写真多くて、そうね、もうね、俺が言いたいこと言ってくれる、そうね、これヒューゴ、本当にね、ヒューゴが売れてからヒューゴっぽい写真がもう多いよね、今ファッション業界溢れまくってるぐらい、今、ね、大注目のフォトグラファーさんで、しかもね、彼ね、
2017年にデビューしてまだ5年しか経ってないんですよ。そうなの？5年でここまでハイブランドのキャンペーンから雑誌の表示、表紙やってる、売れに売れまくってるフォトグラファー。でもそんな彼、どんな人間か知らなくない？いやマジでわかんない。見た目も知らないですよね。何人かもわかんない。何人もわかんないですよね。そんなね、彼についてちょっとね、はい、軽く説明していきたいと思います、はい。もう見た目はですね、どのインタビューもこういう感じのスキンヘッドに、サングラス作った、めちゃめちゃ謎ミステリアスな、何考えてるかわかんないんですよ、この人。尖ってるね。尖ってますよね。そんな彼が、謎めいた彼が今、なぜこんなに売れてるのか、ちょっと僕的な解釈でちょっと説明していこうかなと思いまして、ね、彼がなぜ売れてるのか、それはですね、歴代最高のフォトグラファーの完全体なんですよ。ハテナハテナハテナ What? って感じですでですね、簡単に言うと最強フォトグラファーさんたちの写真を構築的にリバイバルしてるんですよ。なるほどね。部分的にいいところを、ね、自分の作品に入れてるってことか。そうなんですよ。あのね、あのヒューゴの写真ってめっちゃなんかレトロな感じしますね。レトロだね。ちょっとフィルムっぽいよね。いやそうだよね、なんか今っぽい近未来チックっていう、ちょっと懐かしさを感じるような、画質荒め、荒めなんですよね。でヒューゴはですね、何かというと、あの90年代のファッションオタクなんですよ。でインタビューでめちゃめちゃ答えてるのが、あの90年代のファッションフォトがこれまでのファッションシーンで最も完成されてる、90年代やもう言っててですね、90年代と80年代のファッションシーンってめちゃめちゃお金が落ちてるシーンで、やっぱ経済的に潤ってて、クオリティもめちゃめちゃ高くて、やっぱね、僕も90年代のフォトめちゃくちゃ好きで、フォトかっこよくない、フォトフォトね、やっぱつもりね、やっぱね、かっこいいっていうか、もう伝説と言われるフォトグラファーさんめっちゃいるんですよね。で、その中でもね、最も影響を受けてるのがこのスティーブン・マイゼルっていう。マイゼル、わかんないですよね。この彼はですね、もうあの言わずと知れたファッション界の生きる伝説って言われた、あのめちゃめちゃ今もね活躍してる、今もハイブランドの写真も撮ったりしてて、この世のものとは思えない、ちょっと独特な幻想かつモノトーンで、あのもう彼も彼の写真を見たらもうこの人だよねって分かるような、結構キャッチーな感じなんだね。でナオミ・キャンベルとかを見出した人とかでも有名で、マドンナのセックスっていう写真集も初日で15万部売れるぐらいめちゃめちゃ、あ今じゃ結構考えられないぐらいだね。そういや書籍で15万部ってすごい。いやすごいよね。でもうね、ヒューゴがね、マイゼル好きすぎるっていうのもちょっと見たら分かるんです。あ、そんなぐらい見てほしいのが、あるんですか。こっちがですね、スティーブン・マイゼルが撮ったヘルムト・ラングの、はい、あの広告、はいはい、で、はい、最近撮ったこっちがあのヒューゴの写真、ほぼほぼ一緒なんですよ。あ、はいはいはい、逆になるんで、ね、もうすごいね、一緒でしょ、うん、で、かつね、他にもあってマイゼルが撮ったボーグの写真が、はいはい、あのこのポージングで下がヒューゴ、ベラハゲて、もうほぼ一緒じゃないですか。もう好きすぎるのがやっぱ見ててめちゃめちゃ伝わってくるんですよね。撮、はいはい、った世代も違うでしょ。全然違います。じゃああれなんだ、こう好きすぎて、まあちょっと敬意を込めて、うん、ちょっとオマージュしてるみたいな、うん、そうそうそう、90年代のねフォトがめちゃめちゃ好きってから、はいはいはい、めっちゃ言ってるぐらい好きでですね。で、もうスティーブン・マイゼル以外にもめっちゃ好きで、はいはい、あのニック・ナイトっていうじゃないですか。もう型破りなフォトで、はいはい、何十年もレジェンドとしているニック・ナイト、うん、彼の写真からもあのサンプリングしててですね、うん、こっちがあのニック・ナイトが撮った2000年のディオールの写真で、こっちがあのヒューゴの写真。あ、似てるね。ポージングと写真の質感とかもめちゃめちゃサンプリングしててですね、はいはい、あのスティーブン・クライン、さっき言った3億、うんうんうん、彼の写真もちょっとこういう感じでオマージュ。わー、すごいね。かなりオマージュされてるね。はい、あのもうこういうスティーブン・クラインとかもう90年代の
歴代の最高のフォトグラファーをリスペクトしながら、うん、俺だったらこう撮るけどねっていう感じで、うん、ちょっと少し角度とか、うん、配置とか変えて彼撮ってるんですけど、なるほど、ヒューゴの写真は歴代のフォトをさらにちょっとかっこよく見せてるのが、オマージュしたんで、オマージュしてるんだけど、さらにね、上を行ってるのよ。もともとね、ヒューゴはね、フォトグラファーじゃなくてね、パリで建築を学んでたキャリアもあってですね、そこで培ったちょっと空間と人の動きを捉えるのがめちゃめちゃ上手くてですね、例えばマリア・ソレットが撮った2000年のジル・サンダーの写真はこういう感じで、ちょっとこっちがマリア・ソレットで正面から撮ってるのをあえて上から撮って奥行きを出して立体感のあるような写真を撮ったりですね、スティーブン・マイゼルの2000年のボーグの道路に横たわってる写真はですね、大胆なポージングを背景でちょっとミニマムにして、こういう感じで背景をちょっとミニマムにしてちょっとバランスを取ったりですね、で被写体に注目フォーカスされるような、建築で培った空間を捉える能力がかけてると自分でも言ってるぐらいでですね、やっぱりなんか建築家出身というかさ、そのキャリアがある人ってやっぱ経験な人多いよね。いや、そうそうそう、デザイナーさんもさ、結構チャラヤンもそうだし、まあバージルもそうじゃん、と結構建築家出身の人ってなんか強いよね。意外と芸術系とかってやっぱちょっと組み立てるものとか、ただパッと見の良し悪しじゃなくて、全体のバランスの良さとかで判断することが結構多くて、すごいそういう人ってロジカルに物事を考えるタイプの人だと思う。ヒューゴの写真はですね、大人数で撮って一人一人のキャラクターが出るような写真もすごい魅力的で、ある日本人の影響で今の撮り方になったと言ってるんですよ。日本人、それがですね、建築家の安藤忠雄、聞いたことでもあるぞ。あるでしょ、表参道ヒルズとか、もうめちゃめちゃ日本を代表する建築家の人で、そうなん、スティーブン・マイゼルと同じぐらい影響を受けたって彼もう言ってたりですね。安藤忠雄、スティーブン・マイゼル、そうなんですよ。でも安藤忠雄は本当に建築界のノーベル賞って言われるプリツカー賞を受賞してたりね。すごくない？マジなマジな建築家でですね、マジな建築家安藤忠雄の作品は外観はシンプルで無機質な作品が多くて、中に入ると構造がめちゃめちゃ変わってたり、光を使った構造になってたり、確かにヒルズってそうだよ ね、 そうだよね、ちょっとなんか斜めになってたりとか、パッと見さ外観はすげえシンプルだけど、中に入ってみると計算されたちょっと階段になってたり、計算されてる感じはするよね。安藤忠雄が言ってるのは、装飾は人間で建物はシンプルでいいっていう、あくまで建築は人を生かすものって言っててですね、ヒューゴもインタビューで一人一人の人というものがキャラクター性が出ることを一番重視してるって言っててですね、ヒューゴの写真も背景をシンプルにして空間を捉えた計算されたことが多くて、人にちゃんとフォーカスするような写真がすごい多いんですよね。でヒューゴが撮影するときは現場のクリエイティブディレクターを全部彼がやるんですよ。もうね、もうスタイリング、ヘアメイク、メイク、全て彼が指示、彼が全てやるぐらい。なるほど。建築家ならではの全体の一人一人のバランスっていうか、その誰がどの位置にいて、どういうポージングで、計算されてるからこそ一人一人がのキャラクター性が引き立つような写真が撮れるんですよ。じゃあもう結構もう頭の中で結構イメージが出来上がってるんですよね。いや、そうなんですよね。やっぱ建築家出身ですから、やっぱ構築的な、ちょっとリバイバルの。そこでこういうのが生きてくるんだ。そうなんですよ。ただ、こういう好きなカルチャーをただ引っ張ってくるんじゃなくて、ヒューゴなりの建築の解釈があって、歴代最強のフォトグラファーのよりアップデートのリバイバルバージョンを今ヒューゴがやってるんですよね。天才だね。天才でしょ。ね、やっぱ今の時代さ、自分の個性が分かりません、どうやったらオリジナリティ出せますかって、聞かれないですか。でもね、結構20代ありがちな、ありがちな、俺らも悩んだじゃん、でもね、もうね、偉人はみんな言ってるんです。ピカソは偉大な芸術家は盗むっていう名言を言ってる、
エジソンだって人の発明盗んでます、うん、あのスティーブ・ジョブズだってパクってるってすげえ有名だし、あ、そうなんだ、うん、で、やっぱ自分がリスペクトするすごい人を見習って、うん、あの一番大事なのはどう自分落とし込んだかが一番大事っていうか、ちょっとでも自分の解釈が入ったらもうそれはあなたの、あのオリジナルなんですよね、っていう、まあちょっと今売れに売れまくってるフォトグラファーさんもやっぱどれだけサンプルを集めて自分に落とし込むかで今めっちゃ売れて死ぬほど売れに売れまくってるんで、まあよかったらねこういうちょっと成功者の一つの素で学んでみてはどうでしょうか、うん、はい、素晴らしい、はい、なんか写真家の話だったけど急に人生の話みたいな、そうだね、そうだよ、やっぱ何事もね、人の真似から入るって別に悪いことじゃないんですよ、うんうんうん、0から1を作るんじゃなくて、うん、1から10を作った方がいい、そうだよね、まずまああれだよね、シンプルにまあ知識がなきゃ何もね、いやそうなんですね、出てこないからね、うん、美人のね、成功した術をちょっとくんたの部屋でちょくちょく話していこうかなと思ってるんで、うん、で結構珍しいよね、なんかあの今じゃん、もう今の Now の人だからさ、そうだよ、ね、ちょっとなんていうの、みんな今まで紹介してきたやつとか、ちょっともうちょっと前、あんまりちょっと情報がなくてね、あんまり食べなかったんですけど、ちょっと自分の解釈で、いや面白い、話してもらいました、楽しかった、うん、ということでちょっとまたね、偉人から学ぼう会くんたの第また次もやるんで、はい、また期待しておいてください、はい、次回の動画でお会いしましょう、バイ、はい。